はい、今日の本題ですが、イベントごとは楽しいけど成長できるからやってみてほしいというテーマでございます。皆様大人になってイベントとかしました？自分主催です。あんまやってないでしょ。結論から言うとね、めちゃくちゃ成功するっていうか成長できます。いいとこで噛んだけどね、成長するんですよ。で、イベントってね、結構赤字の時が多いんです。やっぱ我々素人がやると金額設計を遠慮しちゃったり、高くするとお客様来ないかもとか言ってね、集客をちょっとサボっちゃったりするね、方向性があるんですが、何よりね、やっぱ成功すると、まあ失敗でもいいんですけどね、成長がすごい。あとね、いろんな人との出会いや絆ができるってことに私最近気がつきました。自分主体でイベントをね、主催するというのはね、主催っていうのは自分が責任を持って監督、要はプロデュース業をやるっていうことですね。やるっていうのはね、ほんと苦労が多いんですよ。まず一番大変なのは集客。もうお客さん集めるのが一番大変。もう来てくれないから。とにかく来てくれない。で、イベントっていうのをやるとね、まず何をするかがポイントですよね。例えば演者さんを呼ぶのか。例えばね、講演会を、主催するんなら、西野亮廣さんや鴨頭嘉人さんとかね、他にも、なんだ、有名な方をお呼びするじゃないですか。で、そうなったら今度演者の影響力っていうのにね、頼ってしまうんですよね。基本的には。これがもうダメ。もうまずダメなんですよ。そもそも演者さんは集客するために呼ばれるんじゃないんですよ。客寄せパンダじゃないんです。呼ぶのは主催なんですよ。ね。人、物、金を作るのが主催。これ組織とか会社で言うとね、会社の経営者、社長や会長と一緒なんですよ。一番責任を取って人、金、物を集めること。実像して働いてもらうのはそういう人たちですけどね。お金雇ったね、外注業者さんとかになってもいいんですが、とにかく一番実は大変なのがね、この人、物、金です。まあ、金っていうのが要はね、その予算ですよ。イベントするにあたって。演者さんにいくら払うのか、会場費いくらなのか、料理とお酒が出るんならそれがいくらなのか、合計100万円かかるんなら、利益は上げないといけないんです。だって自分の稼働があるから。あと予算を取っとかないと、本当に何があるかわからない。ね。予期せぬことってあるんですよ。例えば現場でそうですね。極論言えば夏に人が倒れたとかね。それで大騒ぎになって、会場が中止になったとかなっても、それお客さんに全員チケットをね、返さないといけない。こんなことあり得るんですよ。これ会社の経営と全く一緒ですよ。イベント業っていうのは。本当にそういうことは起こり得ます。で、演者さんが怒って来なくなった。どうするんだ？チケット返金させてください。そんなんで許せるかーとかね。あるんですからね。実際私たちはもう、ホテル代とその時の飛行機取ってんだぞって。飛行機キャンセル聞かないのはもう、ほとんどですからね。もう格安航空会社、もうピーチ、スターフライヤーさん。いや、それが悪いんじゃないんですよ。当たり前なんですよ。向こうもそれでね、予定入れてるんだから。料理屋さんのね、ドタキャンと一緒ですよね。夜団体50名来ますって言って、その分の料理作るんですよ。何十万かかると思ってるんですかと。軽く見んなよってことなんですよ。そういうのを簡単にキャンセルできる人っていうのはね、この世の中の社会、これから何やっても成功しません。絶対しない。なぜかというと、人の気持ちに立ってものを考えれない。他者貢献じゃない。そもそもそういう損害が見えないからです。で、そういうことを平気でできる人っていうのはね、これからも人を裏切り続けるんですよ。もうここに責任感がない人はもうね、終わりです。ドタキャンする人ですね。ちゃんと責任を取る人が主催をやるんですよ。で、こういうことを言うと、そんな責任取れないと悪いんだったら主催したくないよって言うんですが、これができないから、そのまま何も変わってないんですよ。みんなの立場は。ここを取れる人だけが、ね、会社でもね、辞めて独立しっかりできたりとか、自分の方向性をバシッと決めれる人なんですよ。基本的に人生っていうのはね、もう独立した方がいいんですよ。私はそう思ってます。いや、もちろん会社の中にいて、今の確固たる地位がある人は別ですよ。もう確実に信頼されてるとか、社長に。で、ナンバー2であるとか、こういう人はね、やめない方がいいと思うんです、私。なぜかというと、もう絶対的な地位を築いてるんだから、既得権益に甘えずに、切磋琢磨し続ければ、ね、給料も増やせやすいし、賞与も増やしやすいわけなんですよね。確固たる地位がある人っていうのはね、別です。それまでの努力がありますんで、これやっぱもったいないよね。積み上げてきたものがあるんで。他の会社に行ってもこれはもうできないから。特にもう30代超えて他の会社に行ってね、自分の能力一本でやっていくっていうのは、めちゃくちゃちっちゃい将来性がない会社じゃないと無理です。はっきり言って。発展途上の会社に行かないと無理だけど、そんなところは若い人が集まるんでね、無理なんですよ、基本的に。
もう分かってるでしょ、みんな。ねえ、もう30年、40年生きてきたら大体分かると思うんですよ。そんなこと言わなくてもね。で、とにかくイベントっていうのはそういうね、今度お金の危険、リスクがあるわけです。責任問題。これを手を挙げて取れる人。ね、一緒でしょ、会社と。要は、責任をめっちゃ持てれる人がイベントの主催をやるんです。で、先に先行投資できる人。これも一緒なんですよ。結局ね、会社の社長と一緒なの。そういう人がイベントを開けるわけなんですね。リスクに飛び込めれる人なんですよ。で、こういうこと言うと、いや、そりゃ社長業やってるからあなたたちはお金があるからとか言うでしょ？これね、おとといの焚き火の会のね、社長さんたち3人と話してたんですけど、実際は苦しいよねっていう話してたんですよ。もう俺も月末いつもカツカツだよって言って。でね、このカード、このカード、このカードあるってね、ある、Y 社長という方がいたんですよ。まあ、多分私のね、ボイシー聞いてると全員、あ、やる、山本社長なんだってわかると思うんですけど、このカード、このカード、このカードで何百万分のね、枠を取ってると。ね、クラファンとか支援用に。それでもね、全然足りないとか、なるんですよ。あとね、カード止まっちゃうとか。でね、お金が回らない時があって焦るとかね。あるんですよね。 S 社長に至ってはもうそんなのいつものことって言ってましたよ。でもやっぱりそういうのをね、見せないようにするのもブランドだし、それがね、みんなを支えていくっていう、まあ、僕たちのやっぱ立場っていうのもあるよねみたいなこと言ってたんですよ。かっこよくないですか？だいぶかっこいいっすよね、そういう人ってね。水面下ではね、足がもがきまくってるんですよ。もう私も一緒ですよ。もう月末なんか最近カードが決済取れないんだからね。支援しようと思ったら月末にね、もう限度額いっぱいいっちゃって、カードがもう決済できませんって、ショートメールピョンと来るんですよ、楽天から。あらららーって言って、やっちまったーって言ってね。もうこういう状態、ね。みんな苦しいんです。社長だから責任を持たなくてとか、社長だからお金あるからできるんでしょじゃなくて、みんな一緒なの。一緒。わかるかな？一緒でやってんの。それを踏み出してない人が今そう思ってんの。結局一緒なんです。ね、ここまず勘違いね、直していただきたいなと思います。というわけで、あとはね、もうリスクを取るか取らないか、責任を持ってやるかやらないか、その先に自分の知名度の向上や成功体験、そして新しい人との出会い、立場が築かれるわけです。もうね、本当にそうじゃないですか。お金持ちがお金を増やしていくのと一緒なんですよ。責任を持ってイベントを主催できる人はまたやりたくなっちゃうんですよ。この恐怖感とスリルは味わっちゃうから。私もね、講演会とかやって、例えばね、西野明講演会を最初にやった時ですよ、2、3年前。黒字でした。もう普通に黒字でした。30万ぐらい黒字でした。ね、西野さんなんで集客も楽だったしね。で、その次に鴨頭嘉人さんの講演会したけど、これは正直言うと赤でした。はい。やっぱね、あるんですよ。1000冊本を買ったっていうね、アドバンテージがありますんでね。それとね、3回目のダブルコラボ講演会、西野さんとカモさんのね、あれはでも最終的な数字出してないけど、多分ちょい黒ぐらいで収まったんじゃないかなと。まあ、スナック西野&カモ頭に助けられましたね。講演会だけはもう、絶対的に赤字でしたね。はい。だってスポンサー様とかはね、その分お金もかけて、ね、プロの三重の先生っていう方でね、アナン智之さんって大分のね、コンビがいるんですけど、お二人。その人に立派なね、書道を書いてもらって、もちろんそれも一人当たり2万ぐらいの単価ですけど、安くしてもらってるんでね。そういうとこでもやっぱね、結構出費もありましたし、ね、会場代も結構高かったし、昼と夜を両方借りないと悪かったんでね。で、まあ、ビーコンプラザの2番目にでかいとこだったんで、そんだけで40万ぐらいかかったのかな。で、なんか後から払いで貸し出しいろいろしましたよねとか言って、オプションで5万持ってかれたり、はーって言ってね、警備員とかもね。結局、4、50万ぐらいかかったんじゃないかな、会場費で。はい。まあだからこういうとこ抑えないと悪いですよね。で、言うかね、部屋がなかったんです。そもそもが。そうそう。西田さんとカムさんの予定が合う日なんかあるわけないじゃん。ね。その日に会場合わせるのが無理だよっていう。いやでもでかくなっちゃったんですよ。そりゃちっちゃいとこいいに決まってんじゃんね。はい。500人ぐらいなんだからね。そうそうそう。まあそんな感じでね。まあ講演会を行ったりとかしたんですよ。他にもね、やっぱ主催者のね、メリットっていっぱいあると思うんですよね。まあとにも一番大きいのがやっぱ新しい仲間と繋がったり、主催者に感謝をもらえたりしてね、麻薬みたいな感じでね、こう、アドレナリンがドクドク出るんで、それを癖にしていって、どん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 新しい挑戦とか、他の人をね、呼んでやってみるとか。で、そこで失敗もするんですよ。黒字もあれば赤字もあるんでね、赤字にならないような設計をして、ちゃんとやってみると。そうすることによって、どん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 成功体験が深まっていって、こういうイベント業もね、
やってみて面白いなってなるわけですし、もうすごいイベント業の社長さんなんかね、自分のコネクションで、めっちゃ仲いいインフルエンサーとか有名人呼んでね、めちゃめちゃ黒字上げたりもしますからね。まあ、これの人脈作りっていうのもやればやった分だけ有利になっていくという子なんでね、皆さんもぜひともイベントとかをね、やってほしいなと思います。おとといの焚き火の会をしてみて、コミュニティのね、楽しさっていうのを改めて私は実感しました。皆さんもぜひやってみてください。よろしくお願いします。